パガニーニの主題による幻想編奏曲作品71はジェームズ・バーンズが作曲した吹奏楽曲。アメリカ海兵隊軍楽隊の隊長、ジョン・ブージョアの移植により1988年に作曲され、その年にインディアナポリスで開催された音楽教育者全米会議で初演された。海兵隊軍楽隊はその後もミッドウェストクリニックを 含むコンサートツアーで演奏し、1990年の初のソ連公演でも取り上げている。ニコロ・パガニーニがバイオリン独奏のために作曲した24の起奏曲の第24番、クワジ・プレストの旋律を主題とする変奏曲として書かれている。海兵隊、軍楽隊の高い演奏技術を披露するように、それぞれの変奏に各楽器のソロやセクションをフィーチャーしている。 演奏時間は約15分。楽譜は1989年にサザンミュージックから出版された。助走、主題と20の変奏からなる。助走主題第1変奏第2変奏第3変奏、第4変奏第5変奏第6変奏第7、変奏第8変奏第9変奏第10変奏第11、変奏第12変奏第13変奏第14。 変装第15、変装第16、変装第17、変装第18、変装第19、変装第20、変装。ありがとうございます。